病気とか疾患とかそういうものは多分日本人は特にそういう神様のせいとかっていうことは特に考えないと思います、うん、でまあ自分の体のことであったりそういうのを管理するのは自分自身だって思う人が多いと思います。日本人はそのさっきも言ったように病気をその神様やそういうもののせいにすることはないけれども自分の気持ちがすごく弱くなったりあとなんかこういうことをしたくないなって思っていたりするとそれが病気になってしまうよっていう、まあ、言い伝えみたいなものがあります。まあその病気が治るっていうのはまあ例えば熱があった時にまあその熱が下がってで食欲がなかった時に、でもそれが病気が治ることによって気持ちもとても元気になるっていうのが僕の考える病気からの回復です。まあ、出産やその病気っていうの病気で亡くなったりっていうのは、まあ、人間だけじゃなくて、まあ、他命あるもの全てが地球上生物が欠かすことのない必ず通る道だと思っています。まず僕の考えるのは美味しいものを美味しく食べれるっていうのが一番気持ちの面でも体の面でも大事な食事だと思います。ただ例えば、お酒ばっかりずっと飲んでいたりインスタントの食事をばっかり取っていたりする偏った食事っていうのはもちろん良くないなと思って気をつけるようにしています。まあ健康上で大事なことっていうのは、もちろん薬とかそういうものがあるからあとはやっぱり自分の気持ちが例えばちょっと病気になったりした時にどれだけ強くいられるかっていう精神的な部分もとても大きいと思います。
you.